高須クリニックミカゲグレッツは日本の女子アイスホッケーチーム北海道上川郡清水町を本拠地とする2008年から東京都に本社を置く宅配ボックスと製造販売会社のフルタイムシステムがメインスポンサーを務め同社が清水町で経営するフルタイムファーム農場にて所属選手が農業体験を行っていた2018年 コーチによる暴力、パワハラ行為が発覚し、監督、コーチ陣が退任したのに伴い、フルタイムシステムがスポンサーを交板した。代わって、アイスホッケー女子日本代表を支援している、美容外科大手の高須クリニック委員長、高須克次が支援を表明し、チーム名を高須クリニック三かグレッツと解消した。2018年9月14日、日本アイスホッケー連盟は、 コーチの小野豊を、所属選手への暴力行為で、資格停止3年、小野豊の妻で2018年ピョンチャンオリンピック、日本代表のメンバーだったコーチ兼任選手の小野、将子を、所属選手への退部強養などの、パワーハラスメント行為で、資格停止6ヶ月、監督の細田秀夫とコーチの川又忠人を、開国処分とした。ありがとうございます。